神宮寺雄太の輝きを見逃すが、ファンと共に歩む不屈の道神宮寺雄太、才能の深さと輝きの源泉。こんにちは、皆さん。今回は神宮寺雄太さんに焦点を当てて、彼のフォロワー数が200万人を切った理由について考えてみたいと思います。個性的で多様なコミュニティが形成される中、ファンたちがどのように彼に対応しているか、そしてこれがイベントや社会にどのような影響を与えているのか。 見ていきましょう。最初に、神宮寺さんの魅力について少しお話ししましょう。私は紫輝くんたンでしたが、最近は岸くんや神くんにも注目しています。神くんの存在に急する瞬間が増え、彼の活動や露出が少ないことが気になっている方もいるようですね。神宮寺さんのファンの中には、彼の全方位な観察力や控えめな姿勢に感動する方も多いようです。 露出が少ないと感じることもあるかもしれませんが、それが彼の魅力の一部であり、周囲の人たちからも理解され、仕事のオファーも舞い込んでいる可能性がありますね。ナンバー、愛用しの方も多く、神宮寺さんの存在がいかに重要かを感じていることでしょう。しかし、なぜ彼にブランドのアンバサダーの話が来ないのか、という疑問もあります。でも、私たちは神宮寺さんがますます輝く未来が確実だと信じています。そして、 ファンの中には神宮寺さんが少ない露出で物足りなさを感じる方もいるようです。しかし、それが彼の控えめな良さであり、彼の磨かれたダンスや表情が光るライブでの姿を見れば、彼の存在感を実感できたことでしょう。個人的には神宮寺さんがどんな時でも輝き続けている姿に魅了されています。話題は神君にも及びますね。最近の神君のかっこよさやダンスの実力には驚かされます。ドームが終わった後、 彼にもたくさんのお仕事のオファーが舞い込んで、彼の活躍が見られることを願っています。もちろん、ジンくんがいなければキンプリやナンバー、愛も成り立たないという声もあります。一方で、ジングージくんのブランドのアンバサダーの話がないことに不思議さを感じる声もありますが、これは単なるタイミングの問題かもしれません。中井正宏さんの言葉にもあるように、個人もスポットライトが浴びれるタイミングは人それぞれ異なります。 長い目で見て、神宮寺くんが輝く瞬間が必ず来ることを信じています。神宮寺くんを応援することは、彼の信念に従い、未来に向かって進む姿を見守ることです。彼が裏切らない人柄や、もやっとした時期でも押し続けることが、真のファンの証なのかもしれません。星だけ見て、星だけを信じることで、私たちは彼の輝きと共に歩んでいけるでしょう。 最後に、神宮寺君について長い目で見ることが大切だと思います。中井正宏さんの言葉にもあるように、個人のスポットライトが浴びれるタイミングは人それぞれです。神宮寺君の信念と人柄は裏切らないものであり、彼を信じて押すことが最も重要です。もちろん、単折りするのも自由。しかし、いつでも彼の輝く姿に戻ってくることを期待しています。 どんな時も、神宮寺くんの魅力を見逃さず、彼と共に未知の可能性を追い求める旅を楽しんでいきましょう。